イプスウィッチ連続殺人事件は2006年10月30日から12月10日にかけて発生した連続殺人事件でイングランドのサフォーク州イプスウィッチ付近で5名の女性の遺体が発見された。被害者は全員イプスウィッチで仕事をしていた売春婦だった。犯人はサフォークストラングラーと呼ばれていた。遺体はすべて裸にされていたが性的暴行の痕跡はなかった。 被害者の中で、アネリ・アルダートンとポーラ・クレネルの2名は窒息死したことが確認されている。他の被害者の死因は確定していない。サフォーク警察は5件の殺人を同一犯のものと考え、オペレーションスマックというコードネームの捜査活動を開始した。捜査の規模が大きかったため、他からも応援の警察官を選抜して派遣した。こうして、 連続殺人に関与したとして2名が逮捕された。ただし、第1の被疑者は公式には名前が明かされず、起訴されることなく釈放された。2006年12月19日、48歳のフォークリフト車運転手、スティーブン・ジェラルド・ジェームズ・ライトが殺人の容疑で逮捕され、12月21日に5名の被害者全員を殺害した容疑で起訴された。ライトは、 再交流され、2008年1月14日に裁判がイプスウィッチ刑事法院で開始された。ライトは5名の被害者全員と関係を持ったことや、1980年代から売春を行っていたことを認めたものの、無罪を主張した。ライトと被害者たちとの関係を示す DNA と繊維の証拠が法廷に提出された。2008年2月21日に5名全員の 殺害で有罪となり、翌日に仮釈放なしを勧告する終身刑を言い渡された。この連続殺人事件は、イギリス国内だけでなく海外のメディアからも多大な関心を集めた。メディアはしばしばこの事件を、ヨークシャー・リッパーこと、ピーター・サトクリフの犯行と比較した。サトクリフは1975年から1981年にかけて13名の女性を殺害し、 7名を負傷させた。被害者のほとんどは売春婦だった。当時のメディアの加熱した報道が裁判を脅かす可能性が一部で懸念された。また、この事件により、メディアでは売春婦を取り巻く法律についての議論も巻き起こった。遺体の発見現場、いずれもイプスウィッチ周辺だが異なる場所で発見された。2006年12月2日、ヒントルシャムの近くにある ソープスヒルのベルステッドブルックという川の中で若い女性の遺体が一般市民により発見された。遺体は性的暴行を受けていなかった。遺体の身元は後に25歳のジェンマ・アダムスであると判明した。6日後の12月8日、アダムスの友人であり、10月30日から行方不明だった19歳のタニアニコルの遺体が発見された。場所は イップスウィッチのすぐ外れのコップドッグミルで、こちらも水中で発見された。ニコルにも性的暴行の痕跡はなかった。12月10日、第3の被害者の遺体が、ナクトン付近の A14 号線のそばの森林地帯で、一般市民により発見された。遺体の身元は後に24歳のアネリアルダートンで、あると判明した。警察の発表によると、アルダートンは窒息死しており、 死亡時は妊娠3ヶ月だったという。警察は記者会見で女性はイップスウィッチの風俗街に近づかないようにと警告した。12月12日、サフォーク警察はさらに2人の女性の遺体が発見されたと発表した。12月14日、警察は2人の遺体のうちの一人が24歳のポーラ・クレネルであると確認した。クレネルは12月10日に失踪しており、 最後に目撃された場所はイプスウィッチだった。サフォーク警察によると、クレネルの死因は喉の圧迫だったという。12月15日、警察は残りの一人の遺体の身元が29歳のアネット・ニコルズであると確認した。ニコルズは12月5日に失踪していた。ナクトン村アネリアルダートンの遺体の発見現場にほど近い。 サフォーク警察はこれらの殺人事件が同一犯によるものと考え、オペレーションスマックというコードネームの捜査活動を開始した。アラスター・マクワーター警察庁は大規模な捜査になることから外部の助力を求めることを認めた。ロンドン警視庁のデーブ・ジョンストン警視庁がスコットランドヤードから派遣される捜査チームの顧問として選抜されたことが報じられた。日々の捜査は スチュワートガル警視制が指揮した。12月13.14日の記者会見で、ガル警視制は、警察は5人の遺体が発見された場所は遺体を遺棄しただけで、殺人現場ではないと考えていると明かした。つまり、被害者たちはどこか別の場所で殺害され、後に遺体として発見された場所へ運び込まれたということになる。 被害者たちが殺害された具体的な場所については言及しなかった。ガル警視制は被害者たちのハンドバッグやジャケットなどの所持品が回収済みであり、どの女性の持ち物だったかを科学捜査により調べている最中であるとも明かした。12月15日、サフォーク警察のウェブサイトでこの事件に関係する通報が合計で7300件寄せられたことや、 300名以上の警察官と専門家が事件に取り組んでおり少なくとも25の警察からの応援があったことを公表した12月18日には捜査に関与する警察官の人数は650名に増加したそのうち350名は40の警察からの応援だった事件に関する通報の件数も1万件ほどに増加した19歳で イップスウィッチ出身のタニア・ニコルは10月30日に失踪した。ニコルの遺体は12月8日に警察の潜水人がコップドックミルの近くの川で発見した。性的暴行を受けた痕跡はなく、検視では明確なシーンを特定できなかった。ニコルはチャントリーハイスクールに通っていたが16歳の時に家出し簡易宿泊所で暮らしていた。ニコルは ヘロインやコカインを常習しており、薬物を手に入れるために売春で金を稼いでいた。元来は、マッサージパーラーで働いていた。しかし、薬物を常用している疑いから退職を求められた。ニコルの母親はニコルが、売春婦になっていたことを知らず、バーや理髪店で働いていると思っていた。25歳で、ケスグレーブ出身のジェンマ・ローズ・アダムスが、最後に目撃されたのは、 イップスウィッチのウェストエンドロードだった。アダムスはその地で暮らしていた。アダムスは11月15日1時15分頃に失踪した。アダムスの遺体は12月2日にヒントルシャムの川の中で発見された。最初に発見された被害者であり、遺体は裸にされていたが、性的暴行は受けていなかった。アダムスは子供の頃は人気者で中流階級の家庭の出身だった。 10代の頃にヘロイン中毒になった。薬物を購入するために売春を行っていたが、これにより保険会社での仕事を失っていた。当時の愛人もヘロインの女王用者で、アダムスが売春の仕事をしていることを知っていた。しかし、アダムスの家族はそのことを知らなかった。24歳の姉リサラ・アルダートンは一時の母であり、当時は妊娠初期だった。 エセックス州コルチェスターに住んでいた。アルダートンは12月3日に失踪し、最後に目撃されたのは、ハリッジからマニングツリーへ向かう17時53分の列車の中だった。アルダートンは18時15分にマニングツリーで列車を降り、別の列車に乗ってイップスウィッチへ向かった。列車は18時43分にイップスウィッチへ到着した。 一体は12月10日にナクトンの近くのアンバーフィールド、スクールの前の森林で発見された。アルダートンは窒息死しており、服を脱がされ、十字架に貼り付けにされたかのような姿勢になっていた。検視によりアルダートンの妊娠が判明した。アルダートンの家族も警察官から聞かされて、初めて妊娠のことを知った。アルダートンは1992年に両親が別居した後、 母親と共にキプロスへ転居した。二人は1997年にイプスウィッチに戻った。アルダートンはコプルストンハイスクールに通い、試験で良い成績を取った。しかし、1988年、つまり16歳の頃、父親が肺がんで死亡し、それから間もなく薬物中毒になった。29歳でイプスウィッチ出身のアネット・ニコルズは一児の母だった。 当初は12月4日に失踪したと考えられていた。しかし、裁判の際に最後に目撃されたのは12月8日のイップスウィッチの中心街でのことであると明かされた。ニコルズの家族は他の殺人事件のニュースを知って心配が募り、その後になってニコルズの失踪を届け出た。ニコルズの遺体は12月12日にレビントンの近くで発見された。裸にされていたが、 性的暴行は受けておらず、同じく十字架に貼り付けにされたかのような姿勢になっていた。明確な死因は確定できなかったが、呼吸を封じられていた。ニコルズは2000年代前半に、サフォーク大学の美容師養成課程を置いて間もなく、薬物中毒になった。それからすぐに、薬物購入のための金を稼ぐために、売春の仕事を始めた。公営住宅から、 住宅共同組合の提供する住宅へ転居した。あと、母親に、自分の息子の面倒を見るように頼んだ。殺害された当時は、イプスウィッチで男性と同棲していると考えられていた。24歳のポーラルーシール・クレネルは、ノーサンバーランド出身だがイプスウィッチに住んでいた。12月10日0時20分頃に、イプスウィッチで失踪した。クレネルの遺体は十二月十二日、つまり、 ニコルズの遺体が発見されたのと同じ日にレビントンの近くで発見された。裸にされていたが、性的暴行は受けていなかった。検視では、喉の圧迫が原因で死亡したと報告されている。殺害される前に、アングリアニュースのインタビューで、最近の殺人事件についてコメントしており、車に乗るときに少し注意してはいるが、金が必要だから仕事を続けていると述べていた。 クレネルは殺害される10年前に自身の両親が離婚しイーストアングリアに転居した。クレネルには愛人との間に3人の子供がいたが、クレネルが薬物中毒だったことを理由に全員が里親に出されて養子として引き取られた。ライトが借りていたイプスウィッチのロンドンロード79番地にあるアパート。ライトが逮捕されて以来、 2009年2月までいたわりが施されていた。2006年12月18日、サフォーク警察は37歳の男性を5名の女性を殺害した容疑で逮捕したと発表した。その人物は7時20分にサフォーク州フェリックス島の近くのトリムリーセントマーティンにある自宅で逮捕された。12月19日5時、警察は第2の被疑者を逮捕した。その人物は イプスウィッチに住む48歳の男性だった。12月21日、ガル警視制と高速局の上席検察官のマイケル・クリンプは共同声明を行い、第2の被疑者はスティーブ・ライトという人物であり、5名の女性全員の殺害の容疑で起訴したことを明かした。第1の被疑者は公式には名前が明かされなかった。警察は第1の被疑者を保釈したと発表した。 第一の被疑者に対してはこれ以上捜査しないことになり、2007年6月6日に保釈が解除された。イップスウィッチ刑事法院。メディア関係者向けの囲いがこの事件のために特別に設立された。また、スカイニュースは近くの建物の屋上に仮の拠点を構築した。ライトは2006年12月22日に治安判事による取り調べを受けて再交流された。 ライトの裁判は2008年1月16日に開始された。最初に選ばれた陪審員の一人が健康状態の都合で務めを続けられなくなり、改めて陪審が選定された。聴取では、アネリアルダー・トンとアネット・ニコルズの遺体が意図的に十字架に貼り付けにされたような姿勢にされていたこと DNA の証拠からスティーブ・ライトが被疑者のうちの三名に関与していると、 確認されたこと、繊維の証拠でも被疑者とのつながりが立証されていることが説明された。弁護側は、ライトは頻繁に売春を行っており、被害者全員と成功に及んだことがあると主張した。ただし、タニア・ニコルは例外で、ライトは成功するつもりで声をかけたが、気が変わったようでニコルをイプスウィッチの風俗街に返したという。しかし、ライトの初期の供述は、 この主張と矛盾する。ライトは早朝に風俗街で警察に呼び止められた時、風俗街にいたことに気づいていなかったと述べ、眠れなかったから車で走り回っていただけであると答えた。ライトが借りていたアパートは風俗街の中にあった。陪審員たちはライトのアパートや遺体の発見現場といった事件に関係する場所に実際に連れられて説明を受けた。 検察官は、ライトの単独犯ではない可能性を指摘した。アネリアルダートンの遺体は、道路から少し離れた場所で発見されたが、遺体を一人で引きずって運んだことを示す証拠が、なかったためである。裁判官は、事件概要の設置の際に、陪審員に感情を抑えて、決断を下すことを求めた。被害者やその家族への同情や、 被害者たちの薬物使用歴や職業への嫌悪感から決断を歪めることがないように勧告した。ポーラ・クレネルとアネット・ニコルズの遺体の発見現場付近、二人を追悼している。2月21日、8時間にわたる審議の末、陪審は満場一致で、ライトに対して5件すべての殺人で有罪という評決を下した。一般に殺人で有罪になると、 終身刑が課されるが、裁判官にはライトに仮釈放を認めるか決定する権限があった。検察は仮釈放なしの終身刑を求めた。2月22日、ライトには終身刑の判決が下り、裁判官は計画的な故意の犯行だったことから仮釈放なしを勧告した。被害者の家族の中にはライトには死刑がふさわしいと思っていた者もいた。 ポーラ・クレネルの義理の兄弟は、ナイトの犯行は、極刑がふさわしく、5人を無ごたらしく殺害した、犯人が温かな場所で食事を与えられて守られ、続けることになって、残念に思うと述べた。一方で、ジェン・マダムズの父親は、これで一件落着し、これから遺族は自分の人生を生きていくことができると非常に安堵しており、嬉しく思っていると述べた。 ゴードン・ブラウン首相は、この事件は、国営の DNA データベースの重要性を示す、実例だったと述べた。スティーブ・ジェラルド・ジェームズ・ライトは1958年4月に、ノーフォークのアーピンガムという村で生まれた。ライトは学校を卒業した後にマーチャント・ネイビーに、加わった。1978年に結婚し、息子を一人儲けたが、後に離婚した。1987年に、 別の女性と結婚したが、1988年に別居し、その後に離婚した。職業は、公安労働者、クイーン・エリザベス2の旅客係、トラックの運転手、バーテンダーを経験し、逮捕直前は、フォークリフト車運転手の仕事をしていた。1992年には別の愛人との間に、再び子供を設けた。 主にギャンブルが原因で多額の借金を背負ったことがあり、破産の申し立てもしていた。二回自殺を試みたことがあり、最初は一酸化炭素中毒で自殺しようとした。二度目は2000年のことで、外薬の過剰摂取で自殺を試みた。最後の愛人とは2001年にフェリックス等で出会った。2004年に二人は一緒にイップスウィッチに転居した。ライトは売春していることを認めていた。 最初に売春を経験したのは、マーチャントネイビーに在籍していた時のことで、それから継続的に売春していた。この連続殺人事件は、ピーター・サトクリフや、切りキ・ジャックの犯行と結びつけられた。ピーター・サトクリフは、ヨークシャー・リッパーと呼ばれた連続殺人犯で、1975年から1980年にかけて、イングランド北部で13名の女性を殺害した。 容疑で有罪となった。被害者の多くが売春婦だった。切り裂きジャックはビクトリア朝を暗躍した有名な連続殺人者で、こちらも売春婦を標的とした。多くのメディアが切り裂きジャックの事件が報道された時代のように、この連続殺人事件を引き起こしていると見られる犯人に名前を付けようとした。そのうちの一つがサフォークストラングラーで、他にも様々な故障があった。 報奨金も用意されていた。最初は、コールコネクションという地元の企業が2万5千ポンドの報奨金の提供を申し出た。後に5万ポンドに引き上げた。それから間もなく、新聞社のニュースオブザワールドが犯人につながる手がかりに対して25万ポンドの報奨金を提供することを申し出て、報奨金は合計で30万ポンドとなった。 2006年12月21日、当時、法務長官を務めていたゴールドスミス卿は、サフォーク警察が事件への報道や後の裁判で潜入感をもたらす可能性を懸念したことから、メディアに対してガイダンスを示した。ゴールドスミス卿は裁判で潜入感が影響する恐れから、逮捕された2人の被疑者についての報道を自制することを勧告した。 この事件の常席検察官のマイケル・クリンプも先入感を与える報道に懸念を示した。クリンプはスティーブ・ライトには公正な裁判を受ける権利があると述べメディアが法の正当な手続きを歪めないことの重要性を訴えた。この殺人事件によりメディアはイギリスの政治問題に対して再び関心を向けた。第一の問題は売春である。この連続殺人は 売春婦の生活の脆弱さと政府による売春問題に対する解決策の欠如を浮き彫りにしてきた。外傷の数を減らすためにより厳罰化すべきか、女性の安全の向上のために売春宿の合法化などの施策を進めるべきか、売春客を罰して売春の需要を標的とすべきかといった論点が湧き起こった。政府は ある時点で小規模の売春宿の合法化について議論してきた。しかし、そのような制度は売春圧戦者や薬物の売人が住宅地区で抜古することにつながると考えられ、この案は放棄された。その代わりに法律がより厳格化することになった。2009年警察及び犯罪法により、売春を無理強いされている人と金を払って成功することが違法になった。 この法律は厳格責任主義的で売春客が相手が無理強いされて売春していることを知らなくても起訴できる。第2の問題は薬物乱用である。ドラッグを合法化すべきか、登録された薬物中毒者にドラッグを処方することを認めるべきか、より厳罰化すべきかという論点が浮上した。内務省によるとイギリスの外省の95%に 薬物乱用歴があるという。売春は薬物購入のための手段の一つとなっており、この事件の被害者全員が薬物を購入するために売春していたことが知られている。2008年3月、ライトが有罪判決や仮釈放なしの勧告に対して控訴する予定であることが公表された。イップスウィッチで裁判を開くべきでなかったという主張や証拠が不十分で、 ナイトが有罪であると示していないという主張が盛り込まれた。ナイトは上訴裁判所に向けて被害者の5人は皆衣服や宝石、電話、カバンを奪われていたが自分の住居や車からはそのような証拠品は発見されていないという主張を記したと報じられた。この最初の控訴は2008年7月に帰却された。2008年7月に新たに控訴すると公表された。 ライトの家族の中には、刑事事件再審査委員会に事件を再調査するように説得することを望んでいた者も,もいた。しかし、2009年2月、ライトはこのコースを撤回したと報じられた。2012年12月に、ライトは3度目のコースを行う予定であることを公表した。BBC のドラマ部門はこの殺人事件とその捜査を3部構成でドラマ化した。 ファイブ・ドーターズと題され、脚本はスティーブン・ブッチャードが担当した。撮影は2009年11月に開始され、BBC1 で2010年4月25日から27日にかけて放送された。BBC がドラマの制作を発表してから数日後、ポーラ・クレネルの父親が被害者たちの負の側面に光を当てることになると批判した。 ライトの兄も将来の最新を脅かすとして批判した。サラライカシャーやイアンハートが出演した。スティーブ・ライトが暮らしていたイプスウィッチの通りの住人たちへのインタビューをもとに制作されたミュージカルロンドン・ロードがロイヤル・ナショナル・シアターで上演された。脚本はアレッキー・ブライスとアダム・コークが担当した。このミュージカルは同名の映画に本案され、2015年に イギリスで公開された。また、この事件は、ドキュメンタリーシリーズリアルクライムでも特集された。ありがとうございます。